どうもおはこんばんち、ひこぶんです。今日もイオンのマクドナルドへやってきました。のんびり行こうと思っていたら、自チームのジムが攻撃を受けている。覗いたら数体やられてピンチです。ここは私が金釣り防衛マンになるしかない。裏口から侵入です。便利な裏口、なんでこんなにひっそりとあるんだろう。どうも金釣り防衛マンです。私が来たからにはもう大丈夫だ。今日は秋分の日で休日なので、まだ人は集まる。前回と同じようにここを終えたら別のマクドナルドへ行ってみます。おなじみさんは誰もいない感じです。みんな別のマクドナルドへ行っているのでしょう。イオンは遊びだったのね。確かに遊びである。うわー、もういっぱいしかいない。一応配置できるかやってみる。だよね。あと1回やられたら倒されるというところで金釣り投入です。まあこれしか方法がない。攻撃する側何の得もないかといえばそうでもなく、複数で倒しても入るジムの経験値は同じなので、この時が稼ぎ時なのです。防衛する側はボール確保、攻撃する側はジムの経験値入手と、割とウィンウィンです。まあボール確保の方がいいですけどね。防衛する側はそれなりに大変です。あ、ポケモンが配置できるようになった。もう置けなくなってしまった。みんな早いな。同じタイミングで金釣り投入もしていたのだろうか。いつも乗り遅れるんだけど、このコツを知りたい。とりあえずジムは防衛できたのでよしとしよう。あとはじっとミュウツーが出るのを待つ。直前に来てジムから外れてしまった。なんというタイミング。一陣から漏れたらやばいかもしれない。また戻ってくるかもしれないので、しばし様子を見る。できれば撮影しやすいこの場所から動きたくない。ダメだ、前に行かなければ。もう少し早くこの状態になってくれれば対応しやすかったのに。ふかしてしまった。ここでもダメか。ここでもダメか。ここまで接近してやっと入れた。大丈夫だろうか。内心ヒヤヒヤです。あぶねえ、間に合った。この人数だとおそらく一陣ではないな。最終的に13人で戦闘開始です。ポケモンは GPS との戦いもある。それもまた面白い。勝利です。ボール急行、ジムが自チームでよかった。CP は2229、普通。クイッカルでゲットです。
次のマクドナルドへ向かいます。ここからは賭けです。すでにミュウツーが出現しているので人が集まるかわからない。私と同じルートの人がいればいいのですが全くいないという。ニアバイにラッキー出たけどここはスルーだ。この道ほんと車多い。道路の狭さに合ってない交通量だ。信号に捕まった。マクドナルドのジムに到着です。さて人はいるだろうか。5人。これまた微妙な人数。6人になった。これは入るべ。残り15秒。これまた微妙な秒数で入ってしまった。1人抜けてしまったが、このレベルなら勝てそうな気がしないでもない。こういう入れ違いがあるんだな。これで勝つと抜けた人が取り残される形になるのか。怖い。周りはバンギだらけ。これはいいぞ。いきなりボスゴドラとかいると暗淡たる気持ちになる。よし、黄色ゲージになった。いいペースです。全滅。2つ目の対ミュウツーパーティー行きます。全ポケモンマックス強化だぜ。ゲージが赤色になった。微妙なところだ。周りにポケモンがいないが単に表示されていないバグだと思いたい。降参しようと思ったらタイムアップ。前半悪くなかったんだけどな。あと1人いればという状況です。こういう状況多い。ジムから外れてしまった。今日の GPS は気まぐれ屋さんか。しまった。やはりこの辺りで3時のミュウツー2戦目はダメか。大宮駅なら大丈夫でしょう。絶望感が彦分を包む。10秒前まで待っても4人。抜ける。5人。もう2人カモン。ダメだ。集まっても最大で5人。厳しみ。正直しんどい。パスを無駄にしたと思ったその時7人に。これはワンチャンある。10人になった。これは勝てる。ミュウツーのゲージがもう黄色に。勝てました。パスを無駄にしなくてよかった。CP は2235、普通。一発ゲットです。ほんじゃば帰ります。休日でこの感じだと平日は無理かな。まあミュウツーレイドが1日1戦できるだけで十分なんですけどね。